誰もレッスン長もいなかったですよ。つみやさんありがとうございます。いよ調子の力持ちさんもありがとうございます。三十郎さんもありがとうございます。食べました、お蕎麦もすでにもう食べてるんですよね。鍵閉めっていうか普通にしましたね。切ってないです、前髪。コウさんもありがとうございますね。もうね、年が来たら私はもうアイドル2年生です。早い早いね、本当に、ね、誰も誰もショールームしてないからさ、これしていいんかなってちょっと不安になってた私はね、明日のねちょっと練習もちょっとしたい、終わってから一回曲やってから寝ようかなと思っています。1年前の今頃は早く寝ようっていう気持ちで寝てましたね、はい、全然起きてなかった、寝てたあ、寝てましたね。パジャマですね。あ、私このままあとメイク落としてとしたらもう寝れる状況です。ジャンプしないですでした。だって早かったから集合時間が。だから去年は一人で朝おせち、家族誰も来てない中一人で先におせち食べて行ってましたね。そう、即寝れる。24時またあげるのでね、こちらではルームズでまたいでいいのかちょっと分かんないので、私はこちらでまたぎますこちらは別に寒くはないですね。こんばんは、なんかめちゃくれてる、ごめん、ありがとうありがとうね、いっぱい。さあ明日のためにぜひ明日ね、8期配信って何のことですか。あ、ありがとう、ひろいこ、いいのに、なんかいいのにしか言ってない、最近ありがとね。1年間本当に嬉しい。ちょっとイラスト描けない、クマだよね、ありがとう。さっきまでルームスしたので、私は年越したら終わるかな、寝ます、踊って寝ます、ありがとう。そうね、本当にこの1年間ずっと本当にずっとお世話になりっぱなしで、自分はこちらこそもう本当に1年間ずっとお世話になってて、なんかいいのかなっていうぐらいずっとお世話になってて、なんだろうね、多分なんか最近のルームズでもね、多分なんて言うんですかね、あ、若干考え方似てんなってそう最近感じてるので、またお話し会で喋りましょう。ありがとう、1年間また来年もお願いしますこんばんは、お雨送ったよ、全然鼻声ではないですねバレた、バレたな、ちょっとどうしよう。まさゆさんありがとう。ありがとう、全然全然ありがとうね。いちごやおもりさんもれいさんも一つ三つさんもありがとう。しまじょうさんもこんばんはね、もうね私は片目しか見えてない状況なので、今よせいさんありがとうございます、こんばんは。雨は多分明日の朝ちゃう、多分知らんけど。てるやすさんもまさゆさんありがとうございます。こちらこそ出会ってくださってありがとうございますしんのすけさんもソルトさんもとしろさんもありがとうございます。はじめまして、染めバチコできてるからこっちだけ腫れてんのよな、未だに
晴れてる。私お餅食べないんですよね。あんな話しといて、私あんまお餅を好きではないので食べないんです。こちらこそ楽しかったよ。ありがとね、1年間。え、いいのに、なんで君もくれるんだ。え、ありがとう。え、のに。そう、えばちこね、はよなってほしい。え、私君にはすごい謝んなきゃいけないことがある。本当に、あれ、謝んなきゃいけない。お見送りマジでいつも同じことしか言ってない、ごめんっていう話。本当に謝んなきゃなってずっと思ってた。こちらこそありがとうね、やってくれて。ありがとう、エイジも。なんだっけな、そう。本当いつもごめん。いつもね、同じことしか聞いてなかったなって。本当、他に言うこと多分あんのに、同じことしか言ってなくて、本当ごめんなさいっていう気持ちでいっぱいです、最近は。あと、そう、一個言いたかった。ちょっとね、絶対最近のさ、ワーウェイの返信のさ、最後字余りでさ書いてるやろっていうのを言いたかった。ごめん、ありがとう。いつも本当にありがとうございます。来年もね、よろしくお願いします、マジで。今8期生密着見てた。私いつやっけな、でも最近ね、お話し会ぐらいの時に1回見てた。クリッチもイエスさんもゴーさんもありがとうございます。お雑煮ね、食べないんですよ私家で、実は。お正月全く食べなくて、こちらこそ出会えて本当に嬉しかったです。アサヤさんもありがとうね、ペンライト。え、わちこ言うよ、ならでも言わんとこあるんかな。こちらこそ出会えて私はすごい楽しかったです。ありがとね。字余り、何が、何のメールやっけな。あ、メイド服を送った後の最後。おせち料理だけ食べるの。そう、おせち料理だけ食べます。野村さんも、直樹くんさんもありがとうございます。イエンさんもありがとう。ありがとね。哲宮さんもありがとうございます。そう。物もらい。物もらいとも言うよね。え、ほんまや、あと5分やん、早っ。何も喋っとらん、どうしよう。全然お前の編集はいつでも私は見るので、何時でもいいよ本当に。返信深夜に送ってきてくれてもいいし、全然お好きな時間に。全然お好きな時間にね、送っていただけたら私は見るので。だって充電器がさ、というコードが紛失。あ、使ってた。わかりました、素直に受け取ります、ありがとう。レイさんありがとうございます。こちらこそね、たくさん愛をね伝えてくださって本当にありがとうございます。皆さん良いお年を。あと6分ですけど、あと6分じゃん、あと4分。ゆうさんありがとうございます。で、本当に好きな時間に返信していただけたら。オーディションから書類抜いてる、ありがとね。そんなしょうもないことしか事務所やってない。見れた、よかった。あと4分だよ。早いね、ちょっとあと、じゃああと3分30秒やな。そうだね、早い。私もありがとうございました、本当に2022年。私はね、そう、皆様と出会えて私はとてもとても幸せな1年を過ごせたので。としろうさんもカニソニーさんもありがとうございます。全然いいよ、いつもさ、そう頑張って送ってきてくれてるの自分知ってる。モバイルの返信ありがとうね。しょうまのけんさんもありがとうございます。私は楽しくね過ごせたので、1年間は。
そう、気づいたら1年終わっちゃっててびっくりした。まだ今年あと1週間くらい続いてるイメージやってんけど。大輔さん、エイジさん、ありがとうございます。来年いっぱい返信送りも全然いいよ、いつもありがとね、本当に感謝でしかない。いつもひそかに応援してる、ありがとう。誠さんもありがとうございます。全然秋からお話し会ね、いっぱい来てくれて私はとても嬉しかったよ、ありがとう。なんか高い気がする、ちょっと足りる。コーナーさんありがとうございます。アイドル1年生お疲れ様でした。お疲れ様でした。え、ほんまに、ちょっと待って、ガチで気づいてなかった、すまん。どこ、ちょっと待って、どこどこ来てる、ちょっでじゃあどこ来てる、オッケー、来てた、マジでごめん。え、ちょっと待ってね、遡り中、待って、表示されてないんだが。いや、こんなことしてたら年越しちゃう。ドタバタや。え、表示が残ってる、ギフトのところ、待って、やばい、あと40秒じゃん。あ、やばいやばいやばい、ペン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 、え、ピンクの何か持ってるクマさんよな、カウントダウンしましょう、ちょっとさっきカウントダウンするね、マジでごめん。え、ギフトのとこ残ってなかった、自分の見落としかもしれへん、あと15秒だよ。いや、どうしよう、合ってんのかな、あ、10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、2023年明けましておめでとうございます。明けおめ、あ、来たかな、ありがとう、明けお、こっちこっちこっち、明けおめ、明けましておめでとうございます。えりこじさんにどこ行ったんだろうね、本当に。え、表示残ってたかな、あけましておめでとう。ありがとう、ありがとうね、ゆりかぜさん、本当に今年ね出会えて本当に嬉しかったし、この前もね、あの公園に来てくれてて私はとても嬉しかったし、すぐ見つけれるように最近はなってきたので、またね劇場でも待ってる、ありがとう。どうしようかな、歌は三本だよね。ちょっと待ってね。ごめんね、本当だ、正月しようじゃん。ありがとう。1年おめでとう、ありがとう、来れた、なんか来れないかも、よいしょ、ありがとうございます。タバさんもね、本当に。なんで最近後ろの方の席がずっとめっちゃ面白いぐらい後ろの方の席にいてて、ちょっと最近びっくりしてるんですけど、本当にね、いつもありがとう、本当に感謝でしかない、毎回公園来てくれるのも嬉しいし、またね忙しいと思うけど、ぜひお待ちしてるので、あたまってます、ありがとう。え、やっぱそうよな、 NMB で配信してるの自分だけよね、
運取ったからやでとか言わんでや、取ってない取ってない、分け与えてたものを返してもらっただけなので私の運を。よいしょ、オッケー。そりゃ運ないな、6日外れたな。今年もねお願いします。ゆねさんも配信してたんですか。6日当たりましたのでぜひご挨拶しましょう。私もね、あー全然ありがとう、電波悪いのに来てくれて。アイピョン、それは知ってるよ、 YouTube でじゃん、あのプライベートで。プライベートでねしてる人、自主的にしてる人って言ったらいいんですけど、 PB さんもありがとうございます。全然あの片目しか見えてないから余計にそう言えるやと思います。晴れてるからね。明けおめです、明けましておめでとうございます。テロップ変えとこう。オッケー、クリンチさんもありがとうございます。キングキャメロンさんもありがとう。ぜひ極めてください、ほのちゃん推しを。ぜひぜひぜひこの1年極めていただけたら私は喜びます。今年仲良くなれるように頑張ります。私も頑張ります、仲良くなれるように。あとこの前ごめんなさい、私多分なんかの歌ありで甘味しちゃった。エレマパさんもありがとう、マサヨシさんもありがとうございますね。年越しねできた、初めて22時じゃない、24時半って配信してる。なんか変な気持ち、変な気持ちでいる。なんかいっぱいありがとう。花見なんかこのさなんていうの、火薬じゃないわ。ありがとう、なぬきくさんもクリッチさんもエルモカさんもありがとうね。何時終わる、半には終わりたいな。もう B2 公演ね、あの6日トラック出てるんかあるので、ぜひあのそうだ、ルームズのスケジュールにも私あの本文書かないといけないから、本文書かないとねなんか投稿できなかったから、そうだからね、なんだっけ本文書いてるんですけど、すごいしょうもないこと書いてるので、よければ記憶に残るとか、そんな何もしてないよ自分で。0時以降あの24時間以内ですね。今日これぜひあの方がいらっしゃったら、あのぜひ黄緑と白を振っていただけたら私はとてもとても嬉しく見ちゃうので、よければ。明けおめだ、何の一言やろ。推しと年越ししたの初めてですか。え、やった、初めてもらっちゃった。そんなしょうもないよ、ほんとしょうもない。だってなんだっけ、29の日も何々言いますで、6日も何々言いますみたいな書いてたはず。明けおめ、明けおめ、ぜひ黄緑と白振っていただけたら私はね喜ぶので、フォローしたので今年から、あお願いします。2023年初めてじゃない、初めまして。ありがとう。あれそう言うだろうな、絶対言うから書いといた。で本文書かないとさ、なんか載せれなかったから、何本文書こうかなと思って、なのであのしょうもないこと書いてます。アメッチさんもありがとう。アイドルとの年越しはテンション上がる、よかったよかった、じゃテンション上げてこう、ついでに明日の声もテンション上げてこう。そうお披露目から1年、ありがとう。そうお披露目から1年も経ちました、早い。
早い早いよ1年何もしとらん。明けおめです、皆さん明けましておめでとう。あのさ、テロップ書いてんけどさ、消えてたね。2年生だよ私ね。どうしようか2年生アイドル2年生は私はどうしようかな見つけて1年です1年前の俺優秀、ほんまに優秀ね。ほんと出会えて自分も嬉しいですね。自分も2年生です、ありがとうね本当に2年目もお願いします。本当に私は今年は20歳に向けて頑張ります20歳の1年に向けて私は頑張る年かなと思っております。66ワンちゃん見つけた時の感情忘れられほんまありがとうね今年明けおめです、明けおめ、おやすみなさい。そう、先輩としてどうしよう、私先輩にはなれないな。私はね、目標は生誕祭で言ったのでまさか3年ぶりの声が元旦声になると思わなかったすごっ、3年ぶりやのにね、そんなことあるんだね。おめでとうや、めっちゃいいやん是非お待ちしてます、今年会いに来てくださるの。そう、一緒に楽しい一年にしましょう。今年は頑張りますので。あ、今日めっちゃインドってさ、ほんま年越した瞬間にするもんなんか全然わからんくて、もう明日の朝でもいいかなとか思っちゃった。前髪が散らばってるよ、今気づいてしまった。明けましておめでとうございます。朝でいっか。そう、なんか夜なんかさ、もう始めちゃった、配信してるからさ、なんかもう今更すんのもなみたいな。朝でいいや、朝しよう、朝の7時にします。じゃあ頑張ってします。え、何が来るんですか。なんか違うよな、なんかこんなキリの悪い時間にするのは自分は好きくない意味わからへんな昼の声外れた、明日か。そう、ルームズのね、特典ね、そう、生写真のサイン入りですよね。こんばんは、私寝てますよ7時、どうしよう8期生インスタ始まっても多分私しないですねこんばんは、お風呂で寝ることはないんですよ、未だにまだないですね、お風呂で寝ることは。キュウキの声はたったよかったじゃないですか、キュウキ生の声絶対すごい。私はまだご予定はありますまだあります。レイさんありがとうございます。そのサイン頑張って書くので、まだですね、今日の、じゃあ昨日の数分前まで応募期間だったのでまだなんですけど、ぜひぜひ応募した方お待ちしていただけたなと思います。私 SNS 向いてないので多分やらないですね私お年玉自分で使わないタイプなので貯めてますね。こんばんは、そやで11分経ってんだよ、もう私が来て届くの待ってますぜひ心を込めて書かせていただきますね、結構初サインの方多いんじゃないんですかねめんどくさいね、あんまり
生写真ぐらいしかないからね、ランダムの封入ぐらいしかね、ないんかな。のでね、ぜひぜひ明けましておめでとうございます。そうなので、ぜひ名前付きやから、自分はある推しの名前付きサイン自分はでもなんか絶対推しに申し訳ないなってことをしてるから今思った、すごい推しにはすごい申し訳ないことをしてる。片付け終わってないですね、半に終わりますぜひ家宝にしてください。え、自分の下の名前フル漢字で書いてもらってましたあきおめ、あきおめ、マスエさんありがとうございます。あ、やばい、お母さんから明日何時起きってきちゃった、どうしよう、何時起きにしよう全然何時でもいいんですけど、何時でもよくない、明日ちょっと早めに行って私は練習したいのでえ、明日ぜひいてほしい、本当に頑張るから、頑張るからってあれやけど特典でスペースオッケー。そう、7時に普通なんかさ、ひらがなやったらさかぶるしさってなったらさ、やっぱ漢字で下の名前がいいなと思って、そう3文字書いてもらっちゃった。サイン書くの慣れたよ、多分3秒ぐらいで書けると思う。ねえ、ぜひ見てください、頑張るのでそう、ほのかってせ、そう出てこないから漢字変換でも、だからいいかなって。そう、吸気性にもほのかちゃんいるんですけど明けましておめでとうございますそう、漢字特別感あるなって思ったから、そう明日本当にね、ぜひ見ていただきたい そう一文字ずつ変換しやな、全然こやんからむずいなと思って、私くしはねこちらでしようと思ったから今夜はぜひ配信でも見てください。キラキラネームではないよ、全然読めるやんただただ歌いそうになってた、ジョー歌いそうになる、やばい危ない、ほんまに楽しいね、明日のね声は多分楽しい声になってると思うのでぜひ見ていただけたらと思います。十分楽しみですね、頑張ります。そう危ないよな、だってずっと今頭の中で流れてるよ、あと私何なんだろう、すごい難しいんですけどぜひね見ていただきたいなって思ってます。ちょっと頑張ってるので練習、でも変なんですよね、ちょっと変なのはもうご了承くださいタイミングだけ合わせるので、ちょっと変なのはもうねご了承くださいって感じです。え、そう、全然知らされないよ変なのはもう仕方なくて、そこはちょっとめっちゃ待ってほしいもうそれは仕方ないから、本当にタイミングだけはちょっと頑張って合わせるので、もう変なのはもう許してもう許して、明日は許して、ちょっと時間なかったなってでも苦戦してるから変やから本当にもうね変なのだからちょっと許してくださいそう味やと思っていただいて、なんかそう変なんです
踊っちゃいそうなの。危ない、そう、危ない危ない。あの楽しいんですよ、楽しいんですけど、ちょっと変だなって思うから、ちょっとタイミングだけ頑張ってね、あの合わせに行くので、ちょっとあなんか変、一人変な動きしてんなっていうのはちょっとね、ちょっと目をつむってほしいなって思ってる。それだけはちょっと許して絶対変、うん変やわうん変ですね。ちょっと今手振りやってたけど変やわ。なのでぜひ明日のねお昼公演は見ていただけたら嬉しいです見たらわかります、どう変か。え本当に私あの落とし穴も変なんですよ、実は言うと。こんなとこで言う話じゃないんですけどね、落とし穴もね私変で、あの一つ言うならばファイトありがとう頑張る。あのね私ステップが無理なんですよ。あの朝かあなたと恋なんかするわけないよねで移動じゃないですか。私そのステップできなさすぎてめっちゃ笑われてました、ずっと未だに笑われてる私できないんですよステップが。なのでね難しいんですけど見返してもらったら多分一人だけ変な動きしてるのわかると思う。あ明けましておめでとうございます。落としてサンポートでも自分そんな変な動きはしてないはずだ。落とし穴の方が変ですねその前のうろつろしてこれか、まさかあなたとのやつか近くあるよあれは変。あの8番手の時、8と10番手の時は変。あこっちか、それはそれはただのただの三角三角の方かまさかあなたと、そう変なんですよ私ね、だからダメなんよね。そう初日をね見てくださってた方からしたらもう成長したよって言ってくださるのは本当に嬉しいんですけど、でも私ダンス変なんでもうダメなんです。どうしよう、うん推し変されそうなぐらい変だなと思うからたまにねそう劇場なんか初めて劇場行きますみたいなこと言ってくださる方いらっしゃるんですけど、うわこれ惹かれたらどうしようってすごい思ってる本当にダメなんですよ私ダンスを普通にするのは毎年ね目標、去年からの目標ですそううわなんか他の子の方がダンス上手いしめいくわとか絶対思われてるなってあ遊びに来たよありがとうってか先からいるくないね変なんですよね、だからよくなくて上手くなってた、そう上手くなってもね下手は下手やねダメなんですメンバーからの明けおめね一人さっき来てた、さくちゃんかなあ多分もう一生言われてると思うダンス編はだからもうねちょっともう時間が経てばなんとかなってくれないかなって思ってます。努力次第ですけど、歌う方は無難にこの歌うのはね全然いいんですよ。でも私はあの息切れっぱない人間なので息切れっていうか喉が乾燥しやすいからダメなんですよ、喉乾燥みんなのでねね、ありがとうございますテレスさんもハート。そうなんだよね、まあそんな感じでね私はねそうちょっとダンスはあれなんですけど、来年、来年じゃない今年はね頑張ります。まあ良くなったねとは言われてるんですけど、変だなってずっと思ってない、あなんかこんなこと言ったらあかんな私もね本当にお願いします、
笑顔がいいの、ありがとうね。そう、個性個性個性で笑わせちゃダメなんよ。だってあの癖強す、なんかさ、ゆきのに自分のダンスって癖あるよなって言ったら、ありまくりやなって言われちゃってのびしろやね。ちょ、頑張るね。2023年ダンス頑張る年なので、キャラやめていいよ、そのキャラ全然好きなようにしていただいて、フレッシュでなんとかならんよ。年齢とともに、年齢もあるし、後輩も入ってきたし、ダメなんよ。服部さんありがとう。なんだろう、頑張った、やった、ありがとう。私逆に吸気室に多分ダンス教えられてます。これどうやってやるみたいな、こう体重どっち乗っけてるみたいな絶対聞いてる自信しかない。はい、もう怖いですもん、吸気室。あ、なんか押し変されるんかなって。ほうちゃん、やばい。だってなんかさ、自分もあれやから、なんと言ったらいいのかわからんけど、なんかね、パフォーマンス一個ってやっぱメイクじゃないですか。だからね、なんて言うんだろうだからね、そう、いつされても仕方ないなと思うから、私は頑張っているんですけど唯一無二を間違えない、だって変やもんなのでね、そう、あのダンスもそうだし、ダンス以外でも最近はね頑張ってはいるんですけど、え、なんかまたありがとう、なんだろう、ありがとう服部さん私多分質問されないですよ、変すぎるからなんよね。だからつなぎ止めてください。推し変する気満々なんですか逆にそう、変なんよ、そう、ずっと変って言われて、癖っていうか、私あの力を抜くっていうのが分かんないから、そう、あの力を抜くのを目標に今年は頑張ります私イケさん呼び絶対嫌なので、絶対ちょっとそれだけはやめてほしいです。ありがとう、ファイト、岩沢さんもありがとね、本当にダンス苦手な子いるんかな。私はもう、え、もう明日の休憩生のね、あの公演を見て、いつ自分が推し変されるんだろうって恐怖を覚えてますね。なのでうん下の名前で呼ばれたいです。あるよ自覚、なんか力抜けないんですえ、そう言われてんのよ。なんかさ、初期からさ、ジオンさんとかさ、ユキノとかにさ、変やねんけどどうしたらいいかなって聞いて、何が変かわからへん、逆にどうしてんのって言われてるから、え、そう、一番苦戦したのは星空のキャラバンなんですよ私キャラバンできなくてそう、本当にキャラバンできなくてね、そう、星、これや、これができなくて意味わかんないでしょ。そう、一生できなくて、ダンスの先生にも何が変なのかがわかんないって言われてそう、簡単なはずやね、ただだって足踏めばいいから、そう、え、意味分からへんやろ、そう、だからそう、変なんですよそう、変なのね、ダンスの先生にも何が変なんみたいな、 なんか分からへんねんけどって言われてでそういうのが多いんです私、だから誰からもね、誰にも分かんない問題なんですよ私の動きは。自分でも分からへんし、ダンスの先生にも分からへんしみたいな、そう、できないから
リズム感間違いないって言われる。でも音楽やってたんですけどね、できないですなんでなんだろうね、音楽やってたはずなんですけどリズム感なくて不思議そう言われる、考えへん方がいいよみたいな時もあるんですよ振り付けで教えられる教えられる、スキップはできるんですよね、でもステップは踏めないんですよ。ちゃんちゃちゃん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 、本当に変ね、難しい。ダンサーね、難しいなって思う。あと2分だね。じゃあね、ランキング読みますね13位ナオキックさん、ありがとうございます。12位エルマパートホナさん、ありがとうございます。11位イチゴ山森さん、ありがとうございます。10位レイさん、ありがとうございます。9位ユウさん、ありがとうございます。8位テルヤスさん、ありがとうございます。7位1つ2つミツさん、ありがとうございます。やばい声枯れてきた。6位ハットリさん、ありがとうございます。5位ユニコジさん、ありがとうございます。4位ふたばさん、ありがとうございます。3位エイジさん、ありがとうございます。2位しんのすけさん、ありがとうございます。1位ひろみこさん、ありがとうございます。ありがとう。え、なんかタワー読み忘れてたりしてたら言ってね。ちょっとやばい、ギフト何も見えんくなっちゃった公演頑張るね。ぜひ本当に明日も見てほしいので、よければないかな、大丈夫かな、タワー大丈夫かな。なので明日の公演はぜひ、やばいまた声枯れてきちゃった見てください、お願いしますこちらこそね、ありがとね、こんな夜遅くまで起こしてしまい申し訳ないですね。頑張ろうね明日も。多分仕事の方もいるし、大輔さんありがとう。大丈夫かな、タワー読み忘れ、読まれてないよっていう人いたらぜひ。一応投げました、ほんまにめっちゃごめん、ちょっと待って、来てたやっぱ、そうよな、ランキング的に来てるはずよなと思った、ごめんな、ちょっと反映されてなかった、噛んだし、ちょっとペンが今行方不明になっちまった。あった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 、ごめんよ、ほんまに申し訳ねえ、読み忘れて、読み忘れよな、マジでごめん喉ガッサガサや、どうしよう。え、絶対そうやと思う、なんか絶対そうっていう気分違うんけど、多分来てるやろうなと思ってたよいしょ、危ない危ない、ありがとうねしんのすけさんも。うわちょっとコメント間違えて見えなくしちゃった、ちょっと待って、すぐ書いたら直す待って待って、変なとこしちゃった、ごめんごめん、マジでごめん、見落とし、私はマジで申し訳ない、私はこんなあと目薬を頑張ってさせてね、ちょっとさ聞きたい、あの目薬ってさしばらく経ったらさなんか味してこやへん、めっちゃ嫌やねんけど、あれどうにかならへん、ちょっと教えてほしいありがとねーた、それ本当に多分初めましてしたのお話し会かな、お話し会でね、そう初めましてできて、私はそう私多分プラモデルとか作るのすごい下手くそやから本当に羨ましいなって思って見てる、いつもだからね、よかったら完成品も見たいなと思ってるので、次のお話し会ぜひ完成品も見せてください、ありがとう、本当にごめん読み忘れ、マジでごめんなさい、ありがとうね本当ごめんね、刺しすぎな、2、3滴って書いてあるから2、3滴ぶっ刺してんけど、2つ投げてくださってたひろみこさんも、ほんまにごめん、うん、
なんで反映されてないんだけど、なんでだろう。鼻のところ押さえんの一滴でいいんちゃうねん。ちゃんと自分あの説明書とか読んで刺すタイプやねんけど。ほんまにね、そう押してくんのが本当に嫌で、苦くて嫌なんです。あ大丈夫、ほんまにごめん、本当にめちゃめちゃ感謝してる。一番何やっけな本当に私は12月10日のことはもう多分一生忘れないぐらい感謝でしかないので本当にありがとうございました。ありがとうね、本当に今年もよろしくお願いします。マジでごめんな、ほんまに読み忘れと本当に申し訳ないです。一滴しか刺してないか、一滴な、いやほんまにだって2、3滴って書いてあったからさ、片目につき1回2、3滴をって書いてる。1日3回か6回、本当にありがとう。えちょっと何使ってるかちょっと見えたくないからあれやけど、ほらちょっと待って全然見えない、ちょっとピント合ってくれ。依存的書いてるから染み出てるなんて思えばいいんか。そう2、3って書いて、2から3って書いてるやろ、だからあと目を閉じる、パチパチしない、 OK やります。優しさと優しさと愛おしさ受けに来た生誕祭、ほんまにありがとう。明けましておめでとうございましたね。そろそろ特定しました、私の目薬市販の目薬、ちょっと恥ずかしい、ちゃんと物もらいようなのでね、本当に2022年は誠にありがとうございました。まず本当にもう出会っていただけて、こうしてね配信にもね来ていただけて本当にありがとうございました。皆さん本当に今年もね2023年もよろしくお願いします。はい、私は一回確認してから寝ます。明日のね斜めなってる、多分こっちが斜めなんやな。今年もね本当によろしくお願いします。ぜひぜひぜひあのたくさんお会いできたら嬉しいし、たくさんお話できたら私はもうとてもね嬉しいので、またね何かあればあの何かあればイベントがあれば来ていただけたら嬉しいし、全然悩み事とか私でよければ相談を受けるので変なこと言ってる気がする。なのでねよかったら今年でもよろしくお願いします。はいそう全然なんかこれで悩んでるんだみたいなこと配信中でも何かしらあれば私でよければ聞くし、なんか聞いてほしいことがあったらおもむろの返信にでも送っていただけたら見るしって感じですね。なのでよければ2023年もぜひぜひぜひあのぜひともよろしくお願いします。すいません、よろしくお願いします。じゃあね、また今日のお昼公演でよろしくお願いします。ね、私は本当に皆さんのことがねこの1年でもう本当に自分の中で存在がもうでかくなったし、もうなんて言うんだろう、好きとかっていう感情じゃなくてもういとおしいんですよね。だからもういとおしいまで行ってしまってるので、はい、なのでよろしくお願いします。じゃあまた
お昼お会いしましょう。ありがとうございました。皆さんもゆっくりお休みください。良いお年をお過ごしください。ありがとうございました。おやすみなさい。ありがとう。またね。